マムルーク朝、マムルーク朝、マムルーク朝、ドーラ・あるママラクは、エジプトを中心に、シリア、ヒジャーズまでを支配したスンナ派のイスラム王朝、1250年から1517年、首都はカイロ。そのスルターンが、マムルーク、奴隷身分の騎兵を羊とする軍人と、その子孫から出たためマムルーク朝と呼ばれる。一貫した王朝ではあるが、 いくつかの例外を除き多いの世襲は行われず、マムルーク軍人中の有力者がスルターンに着いた。13世紀半ばに、フランス国王イ9世率いる十字軍、第7回がエジプトに侵攻してきた際、IU 部長のスルターン、サーリフが急死した。サーリフ子外のマムルーク軍団、バフリーやバフリーマムルークは、サーリフの夫人であった。 ドレーミ文出身の女性、シャジャルアイコールドゥルを指導者とし、1250年にマンスーラの戦いで、ルイ九世を捕虜として捕らえ十字軍を撃退すると、サーリーフの意地であるが、シャジャルアイコールドゥルの子ではないトゥーラーム・ムシャーをクーデターによって殺し、シャジャルアイコールドゥルを女性、スルタンに立てて、新政権を樹立した。女性、スルタンには、マムルーク以外のムスリム、 イスラム教徒の抵抗が強かったため、同年にシャジャルアイコールドゥルは、バフリーアの最有力軍人アイバクと再婚し、アイバクにスルターニを譲った。以後、マムルーク出身者がエジプトのスルターンに立つようになるので、シャジャルアイコールドゥルもしくは、アイバクをマムルーク長の初代、スルターンに数える。アイバクは、かつてのバフリーアの同僚マムルークを追放し、自身の所有する。 子飼いのマムルークを立てて、権力を確立したが、バフリーヤの指示を受けて、権力を保持し続けていたシャジャルアントゥルとも対立し、暗殺された。シャジャルアイコールトゥルもすぐに殺害され、やがて、相曝のマムルークの間からクトゥズが台頭して、スルターンとなる。1260年、モンゴルのフレグの軍がシリアに迫ると、クトゥズは、バフリーヤの指導者バイバルスと和解し、 アインジャールートの戦いでフレグの将軍キトブカ率いるモンゴル軍を破った。この戦いの起路で、クツズと再び対立したバイバルスは、クツズを人中で殺害し、自ら、スルターンとなった。マムルーク町の事実上の建設者となったバイバルスは、フレグの開いたイルハン町やシリアに残存する十字軍国家の残死と戦い、死去する1277年までに、 マムルーク朝の支配領域をエジプトからリアまで広げた。アイバク以降のマムルーク朝の前期は、バイバルスをはじめとして、多くが、アイユー部長のサーリフが始めたバフリー屋の出身者が、占めたため、この時期のマムルーク朝は、バフリーマムルーク朝とばれる。バイバルスの死後、その維持、バラカ、チャラアミシュが、相次いで、スルタンに立ち、バイバルス家によるスルターンくらいの世襲が図られたが、 バイバルスの同僚でバフリーヤの第一人者であった将軍、カラウーンによって彼らは相次いで敗され、1279年、カラーウーンが自らスルターンの座に就いた。カラーウーンは、バイバルスの政策を継承して、エジプトの国家建設を進めるとともに、シリアでのこと作戦を盛んに行い、1291年、カラーウーンの子、アシュラフ・ハリールの時、 シリアにおける十字軍勢力最後の領土であったアッカーを征服して、アイユー部長のサラーフッティーン以来の対十字戦争を最終勝利に導いた。しかし、強力な君主であったカラーウンの死後、マムルーク長の中央政治は混乱した。アシュラフは、在位わずかにして殺害され、幼い弟、ナーシルムハンマドが建てられるが、やがてカラーウン拳外のマムルークたちとアシュラフの、 マムルークたちとの間で政権をめぐる争いが起こり、ナーシルは敗位された。やがてカラーウン派のマムルークが勝利してナーシルは実権のないスルターンとして福井させられ、1310年に自らクーデターを起こして、ようやく申請を確立した。ナーシルは自身の子飼いのマムルークを登用、領内の検知を行って、忠実なアミール、マムルークの将軍に行くた。 小税権を授与し、絶対的な支配権を確立した。ナーシルの下で、キプチャクハン国と同盟を結んで、イルハン国との和解も図られ、マムルーク朝の内外の情勢は安定し、シュッカイロは国際商業都市、イスラム世界を代表する学術都市とし栄えた。1324年頃の途上だったマリ帝国のマンサムウーサ王がカイロに、立ち寄り、ナーシルに、 大量の金の贈り物をしたことで、カイロの金の相場が下落したと伝えられている。そのためか、晩年のナーシルは社史に走って、財政を傾かせ、マムルークの力が強大になった。ナーシルの死後、彼の子飼いのアミールたちはその子孫を、スルターンに立てて、区靴とし、実権なき、カラーウン家の世襲支配が40年続いた。最も有力なアミールは、 ダイアミールとアトアーベクを兼ねて、国政の実権を握ったが、その地位をめぐる清争も激しく、スルターンやダイアミールの失脚が繰り返し発生した。1382年、バルクークは、カラーウン家のスルターンを排して自ら王位についた。バルクークは、チェルケス人主体のブルジー軍団の出身のマムルークで、バルクーク以降、 マムルーク朝の主体となるマムルークが、それまでのバンフリーマムルークからブルジーマムルークに移るため、この時期のマムルーク朝をブルジーマムルーク朝あるいは、チェケスマムルーク朝と呼んでいる。ブルジーマムルーク朝では、スルタンの世襲は行われなくなり、スルタンは有力アミールの間から五0で選ばれる、第一人者となっていた。この制度のため、アミールたちは、 スルタン候補となる有力アミールのもとで軍閥を形成し、軍閥同士の派閥争いによって、マムルーク間の内紛は一層激しくならざるを得なかった。15世紀には、ペストの流行をきっかけに、カイロの繁栄に、陰りが見え始め、マムルーク町を支えたエジプトの経済も次第に沈降に向かった。十六世紀初頭には、インド洋貿易に、ポルトガル人が参入し、 1509年にはマムルーク朝の海軍はインドのディウ沖でポルトガルのフランシスコ・デアルメーダ率いる艦隊に敗れたディウ沖の海陸上ではオスマン朝との対立が深まり1516年北シリアのアレッポ北方で行われたマルジュダービクの戦いでセリム一世率いるオスマン軍に大敗を起死した翌年セリム一世はカイロを征服し リダニアの戦い、マムルーク朝は滅亡した。マムルーク朝のスルタンは世襲せず、マムルーク出身であったため、支配下のエジプトにおいてはヒアラブ系の外来者であった。そのため、バイバルスの時代に、アッパース朝の末裔、ムスタンスイリオ、首都カイロで名目上のカリフに立て、マムルーク朝におけるカリフとスルタンの関係は、日本史における天皇と、 聖位大将軍の関係やカトリック教会における教皇と神聖ローマ皇帝の関係に礼られることもある。またイスラム教の三大聖地であるメッカ、マッカ、メディナ、マディーナ、エルサレム、クトゥスの保護者としてイスラムの監修に則った支配者としての権威を保障、当時のスンナ派、イスラム世界における名手となった。ムタワッキル三世、アッバース朝最後のカリフは、 1517年にマムルーク朝が滅ぼされた時に、オスマン帝国皇帝セリム一世によって、イスタンブールに連れ去られた後、監禁されて子孫への火力遺継承が途絶えて、消滅した。アイユーブ朝期からバフリーマムルーク朝期のマムルークは、トゥルク系遊牧ボ国民やモンゴル人、クルド人が中心で、ブルジーマムルーク朝期からオスマン朝期には、チェルケス人など、 北かスルタンや有力アミールによって購入されるとナイル川中すバフルやカイロの城塞、ブルジに設けられた兵衛で軍事協連受け、奴隷身分から解放されてマムルーク軍団に編入され、特に能力を認められたものはスルタンの側近から1人長、40人長、 百人長とアミールの位へと昇進することができ、宮廷の官職や地方総特色を任せられる有力アミールへの道がすべてのマムルークに開かれていた。彼らは解放後も奴隷としての購入者である主人と強い主従関係を持ち、また同じ主人を持つマムルーク同士とは、同門として固い同門意識に結ばれた家族的な結合を誇った。 スルタンはかつて同じ主人をいただいた同門のマムルークたちの第一人者であり、スルタイ交代にあたっては、前スルタンの名優や前スルタン自身の子飼いのマムルークの有力者が立って新スルタンとなり、再びスルタンを中心とする同門意識に基づいた人的結合を築き上げる子によってマムルーク長は維持された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。